1945年米軍作成の広島市地図。当時の路線が確認できる。本線は、広島電鉄が保有する、軌道路線の一つである。広島市の中心部を東西に貫く路線で、神谷町、八丁堀といった都心と、JR 駅とを結ぶ役割を持ち、世界遺産の原爆ドームの前も経由している。広人橋、稲荷大橋、愛追橋、広原天馬橋、 新小井橋と5つの橋を渡る。このうち、広電天馬橋は、軌道専用橋で、本線唯一の専用軌道区間でもある。大半の区間は、愛いい通り、寺町通り、平和大通りなど、福音の広い幹線道路の平用軌道として、付設されているが、土橋町交差点から天馬町交差点間は、福音15メートル前後の道路に、伏線の軌道が付設されているため、 この間の電停は、ホームの福音が狭い、あるいは安全地帯がない電停となっており、停車前の車内放送でその旨の注意アナウンスがある。また、同様の理由で、遠行橋町電停もホームの福音が狭い。広島電鉄の市内線のすべての系統が本線を経由し、すべての区間で複数系統の電車が運行されている。このため、 大半の電停に行き先を案内する接近表示装置が設けられている。本線の全区間を走行するのは2号線のみ。2号線を含めてすべての系統が別の路線に乗り入れており、本線のみで完結する系統はない。2013年2月15日のダイヤ改正より9号線が八丁堀よりエバまで直通を開始した。全電停とも広島県広島市所在。 九号線は平日三往復、休日に往復のみ。広島市は2014年9月2日、広島駅南口広場の再整備等に係る基本方針を策定し公表した。これによると、本線は広島駅稲荷町間で駅前大橋経由にルートが変更され、広島駅的場町間の現行ルートは廃止になる見込みとしている。また、 マトバ町稲荷町間については皆実践とともに、神谷町、南町とを結ぶ環状運転のルートとして活用するとの見解を示している。今後、運行本数などについて、広島市と広島電鉄との間で協議を進めていくとしている。ありがとうございます。